それでは2コマ目を始めさせていただきます。文部科学省から同校大臣政務官が視察をされておりますのでご紹介をいたします。これからの時間帯は未来医療研究人材養成拠点形成事業についてご議論を賜りたいと存じます。はじめに事業概要の説明をさせていただきます。事業担当課は5分以内で簡潔に説明をお願いします。よろしくお願いいたします。お手元資料1ページの整理表をまず元にご説明申し上げます。まず文部科学省施策上位置づけでございますが、本事業は我が国の将来の医療を担う高度医療人材を育成するための事業でございまして、政策目標は個性が輝く高等教育の振興、政策目標4、施策目標は大学などにおける教育研究の質の向上とし、特に各大学が単独または連携して個性特色を踏まえた人材の育成機能を強化するものとして達成目標1として位置づけでございます。次に事業目的概要でございます。創設年度は25年度でございまして、来年度のまでの5年間事業としてございます。予算額は平成本年度で13億9000万となってございます。で、具体的には、我が国の成長分野として、各種政府計画等で位置づけられている医学医療分野につきまして、高度な教育研究診療機能を有する大学大学付属病院におきまして、我が国の将来の医療をリードできる高度医療人材を担うべく、2つのテーマ、すなわちテーマ A、メディカルイノベーション推進人材、医療の高度化効率化や治療法が未確立な疾患に対応できる人材、従来の医学の枠組みでは捉えきれない学生領域などの新たなニーズに対応できる人材を目指すもの、それからもう一つテーマ B でございまして、リサーチマインドを持った総合診療、急激に進展する高齢化に伴う医療ニーズに柔軟に対応できるリサーチマインドを持った医療人材をそれぞれ養成する目的といたしまして、大学等が実施する教育プログラムを広く公募し、比較競争的により優れたプログラムを選定してございます。次に本事業施策との関係でございますけれども、大学大学病院が、それぞれ本事業のテーマに沿った教育拠点を形成することによりまして、高度医療人材を養成されることを通じまして、達成できると考えてございます。このため本事業では昨年達成目標である各大学が単独でまたは連携して個性を特色を踏まえた人材育成機能を強化すると実現するというふうに考えてございます。次にその1ページ目での課題の方でございますけれども、特に今回の論点の一つに入ってございます。また先月の会合来有益なご助言を賜っているところでございますけれども、アウトカムアウトプットについてご説明申し上げます。本事業におけるアウトカムにつきましては、当初本事業で養成された医療人材が社会で活躍することが我が国の医療課題の解決に資するということから、テーマ AB それぞれにつきまして、教育プログラムコースにおける養成人数をまず設定し、アウトプット活動実績につきましては、この事業の趣旨に沿った能力を有する医療人材を養成するためのテーマ AB それぞれについて新たに構築されたプログラムのコースの数を設定してございました。で、これにつきましては、お目くりいただいてあっちこっちとに恐縮ございますけれども、補足資料の方のトータルページ数16ページ目にテーマ A につきまして、詳細申し上げませんが、またテーマ B につきましては補足資料の19ページ目にご覧の通り、アウトカムである養成人数については当初の目標を超えている、またアウトプットであるプログラム数については目標通りに事業が進められているところでございます。さらにこの度新たにこれまでのご議論を踏まえまして、これらの設定にあたりましては、より適切なものとなりますように補足資料の12ページをご覧いただきたいんでございますけれども、新たな成果目標というものを導入してはどうかというふうに考えているところでございます。まずテーマ A につきまして、冗談でございますが、でこれにつきましては、補助事業内のですね、補助機関内の成果目標として新たに、例えば、この事業実施大学10大学が補助機関終了後も事業を継続することをより盤石ならしめると、これは前提といたしまして、一番下にございます通り A、B ともに事業を公募するにあたっては、事業終了後は自ら事業を実施するということを確約していただいておりますけれども、さらにこの拠点の事業が盤石に行われていくというためをチェックするための仕様といたしまして、例えば、この事業大学が各大学におけるトランスレーションリサーチ TR 等の産業界との
共同件数の新規契約数というものを指標として導入したらどうかというふうに考えてございます。で、大変申し訳ございませんでした。お送りした段階ではまだ調査できておりませんでしたが、口頭で今から申し上げますけれども、平成25年から27年度の実績につきましては、新規の共同契約の件数につきましては、25年度、産業界とに限りますけれども、25年度は404件、26年度は469件、平成27年度は465件という形で、まあ、400件台で伸びていると。で、平成28年度も、まあ、これ400件台を見込んだ数字を今、弾薬が弾いてございます。まあ、こういったものを新たに導入しておくと考えでございます。また、この事業大学にとどまらずに、他の大学に波及するということを、水平展開をするということを促し、確認する指標としては、まあ、実施大学以外の大学が、この事業を行っている大学のシンポジウムですとか、セミナーの参加状況というのを考えたらどうかと思ってございます。これも口頭で教師でございますけれども、参加大学数につきましては、25年度は10、26年度は25、27年度は31という形になってございます。また、補助金終了後の成果目標ということでございまして、これもご議論があるところでございますが、まあ、こういったものをもし仮に考えるとすれば、この横展開をしていくにあたっての、今、この31と申し上げました、27年度で他大学のセミナーへの参加状況と、これがどの程度伸びていくかということを、その30の中でも、例えば濃淡があるとございます。プログラムをそもそも解説しようとしているほど、取り込もうとしているのか、それでまた連携とどまるのかというところがあると思いますので、これはさらに事業機関内でですね、事業自治体を通じて精査をして、目標の精度を高らしめたいというふうに考えているところでございます。で、次に同じく、この同じページの B でございますけれども、で、これにつきましては今日同厚生務課でございまして、日頃より、地方の医療行政にも通用しておられる同厚生務課にご視聴いただきながら、医療体制、人材養成については、我が省庁で取り組んでいるところでございますけれども、テーマ B につきましては、現在、厚労省の社会保険審議会医療部会におきまして、平成29年度からにも実施が予定されてございます、新たな専門医制度の動向というものを踏まえまして、この総合診療医制の認定数というもの、今のところ、まあ、1の単位まで出てますけれども、現在のところ各大学からのこの数をですね、さらにこういった動向を踏まえて精査をしてまいりたいと考えてございます。また、他大学への普及を図るということについては、事業自治体区外の大学が、まあ、シンポジウムやセミナーに参加しているかということを取りましたけれども、これについては口頭で申し上げますけれども、25年度は43、26年度が61、で、27年度は62でございます。ということは、62ということは、すでに行っている大学を加えますと79でございますので、すでに全大学で行われていると。で、これは、最もな点はあると思います。地域のニーズもございますし、やはり医学部における最も主要なミッションでございますので、そういう意味でいたしましては、やはりこれは終了の目標としては、A はいささか、まだ定量的に申し上げられませんけれども、テーマ B についてはもう80を目指すということを明確にここでは申し上げたいというふうに思ってございます。で、1ページ目はまた戻っていただきまして、末尾でございますけれども、本事業の成果と上司策の関係につきましては、ルール、申し上げました通り、所要の目的というものが達成されるんじゃないかというふうに考えているところでございます。次に、もうちょっと2点だけ補足説明に基づきまして、補足説明に基づきまして、ご説明申し上げます。これまでの外部委員からの先生の方からのご意見についての説明でございます。で、補足資料の13ページ目でございますけれども、新たに資料を提出せよというご指示があったりでございますので、これについては、そこに掲げてある通りでございます。補助額につきましては、各大学からの事業計画の審議に基づきまして、予算の範囲内で各大学の補助額を決定してございます。まあ、テーマ A については、10大学で総額6億円、1大学あたりの規模は5000万程度でございますけれども、まあ、連携をしている大学については若干補助額が高いと。テーマ B につきましては、15大学間選定して、まあ、総額10億円でございます。まあ、5000万程度の大学が多くございますけれども、これも同じ傾向でございます。なお、これにつきましては、前回ご質問いただきました通りでございまして、まあ、予算額が経年で減少じゃないかとおっしゃっててございます。P5 ページのレビューシートでご覧いただきまわかります通り、中段でございますが、25年の比で約、まあ、38% の減となってございます。で、これにつきましては、初年度1年目と2年目度につきましては、必要な設備等を、まあ、設けるということで、
間が多項ございますけども、それ以降は必要最小限の予算の形で何とかプログラム数を維持して要請をできるということになってございますけれども、これにつきましては今日受けたまわった議論を踏まえまして、本事業の目的達成にかなうふさわしい予算の確保を進めてまいりたいと思ってございます。最後でございます。14ページでございます。これも大変貴重なご指摘でございまして、医療人材養成に対する全体像の支援というものを示せというご指摘でございました。これにつきましては、医学部を取り巻く課題につきましては、一番上の記載の通りでございます。ルール申し上げませんけれども、で、これについてこの課題を解決するということで、一番下でございますけれども、人件費を対象とする大学の運営を、支える経費を基礎として、特に医学に関する課題に関わるためには、この根人用等による支援を行っているでございます。で、その上になりますけれども、やはり医学部でございますので、将来どういった場合に進むにしろ、患者様の実態に即した、まず学部段階では、臨床能力の充実が世界に求められるということに対しまして、学部では今、見学型が参加型へということで、より実質化した臨床実習の充実を通じた学部教育を取り組んでございます。で、このプログラム、この学部段階をまず経た上で、学生の希望志向に応じて、今回の対象である養成事業等でのメディカルイノベーション人材、あるいはリサーチマインドを持った診療医、さらには基礎医学といった形で多様な人材が配置されていくという、そういう仕組みにしているということを改めてお示してございます。補足ページが15ページでは東京大学の例、18ページでは筑波大学の例、また基礎では順天堂大学の例を10ページを示してございます。まあ、こういった形で、医学の充実、人材養成の育成を図りたいと思ってございますので、本日の業務を踏まえまして、さらに充実を図りたいと考えてございます。よろしくご指導をお願いいたします。はい、ありがとうございました。それでは私の方から論点について説明をさせていただきます。資料の3ページ、お手元の論点等説明シートをご覧ください。まず、一つ目といたしまして、社会のニーズを踏まえた事業内容となっているかという点、二つ目としまして、本事業をどう総括し、何を課題と捉えているかという点、三つ目としまして、人材育成は大学の使命であり、追加財政措置は不要ではないかという点、四つ目といたしまして、アウトカム、アウトプットは適切に設定されているか、以上4点についてご議論をいただきたいと思います。それでは外部有識者の皆様からのご質問等をお願いいたします。説明者は外部有識者からのご質問に対し簡潔明瞭に回答を願います。亀井委員お願いします。亀井です。よろしくお願いします。まずそもそものところからお伺いをさせていただきたいんですけれども、大学っていうのはまあ医学以外にもいろんな分野の教育をしていますよね。私も携わらせていただいていますけれども、そういう中でいうと、なぜ医学だけこういった追加の財政措置が行われたのかと、まあ、今の論点の中にもございましたけれども、もともと大学っていうのは人材育成という機能になっている中で、なぜ医学なのかというのが一つで、その医学の中でも例えば地域の病院とかいろいろとお話を伺いしていると、例えば周産期産婦人科だとか子供を見る人が少ないとか、あるいは麻酔科医が少なくて実は手術ができないんだとか、こういうような地方のご要請を伺うことがございます。そういう中で今お話があったような、そのここは多分現場のお医者さんの話だけではなくて、もう少し広い視野をご覧になってこういう形に設定をされているんだと思うんですけれども、14ページでお示しをいただいたようなこと、実際の今の社会のニーズが麻酔科医が足りないとか周産期が足りないとか、こういう分野が足りないというふうに言われている中で、なぜこういう分野について資金を投ずる形になったのか、ぜひそこをご説明いただきたいと思います。よろしいでしょうか。2点いただきました。ありがとうございます。まず医学だけなのかってでございますけども、これにつきましては他の分野、例えば、情報技術ですとか観光といったものについても最高戦略と位置づけられていると、そういうものは政府の方針でございますので、あまねくそういった必要な成長戦略に伴うものについては人材育成も不可分でございますので、そういうふうにある程度こうメルクもある、ある程度プライオリティが高いものについては、基盤的経費に加えて、選択と集中と申します投資をしていくという、そういう方針でいるという点をまずご説明しています。それから大変貴重な2点目でございますけれども、産科医の問題、麻酔科医の問題で、これは大変重要な問題でございます。で、我々も過去に取り組みましたけれども、まず、役割分担として実は厚生労働省の方が昨年来から医師の受給の検討というものを話しています。で、実は受給の検討だけではなくて、まさに偏在の問題、地域偏在ですとか診療科の偏在という問題をまず解決しないと、
総数のマクロでいくら議論してもしょうがないというようになってございます。まずそう言っていて、我々もオブザーバー参加してございます。で、そこで例えばまず政府の方針が決まれば、やはりそれは一つのプライオリティが示されるとなれば、亀井先生おっしゃるとおりですね、まあ、こういった事業をいつのまれば改変をして、まあ、それについて人材養成が必要であれば、その人材養成をしていくという、そういう意味では、前段の流れとですね、それで一貫したと思いますけども、そういう形でやっていきたいというふうに考えております。で、今の時点では、これまでの各種の成長戦略等が起きて、プライオリティを示された部分について、こういった事業を要求をして、選果をしているというふうにご理解いただければというふうに思います。ごめんなさい、もう少し理解しやすい、私が理解できてないといけないので、詳しくご説明で、つまり今その、まあ、地方でいろいろいくつか、いろいろ各地で言われているような、まあ、地方の偏在の問題であるとか、あるいはその診療科ごとの偏在の問題っていうのは、これを設計した時点では、その話はまだ認識はしていなくて、それよりもむしろ、全体のそのさまざまな国家戦略に応じた形の中で、例えばリサーチに対応して、創薬に貢献できる医療人材を出していく。だとか、あるいは基礎の部分、まあ、基礎が少ないというのはこれは一方で言われているところで、まあ、がん診療拠点病院の中の問題もありますよね。そういったような問題も含めてその基礎の部分を対応していくということをまずは決められたというこういう理解でよろしいんでしょうか。そうだと思います。当時は例えばテーマ B が典型だと思いますけれども、やはり医師不足であると、まず増やさなきゃいけないというので、ここ10年間ほど増やしてきたと。ただ一方でいくら増やしても偏在問題は解決しない。ちょっとまさに先生がまさにおっしゃった偏在が今は問題であると。じゃあ偏在さんについてはどういうことが、例えば厚労省の方が地域政策の中で地域提供体制をやりながら、例えば人材養成でもよりもっと積極的にですね、地域枠などのものをより活用していくとか、それが教育プログラムとして教育で必要だとあれば、それまた政府でコンセンサスを得られれば、それはまずは迅速に対応していきたいというふうに考えてございます。亀井委員です。最後これ言って、要は大学教育って結局これ6年かかるわけですよね、お医者様の場合で。もちろんインターン等々を踏まえれば、まあ、かなりでも今早めに現場に出されているお医者様ってのはたくさんいらっしゃるんだと思うんですけれども、まあ、ある種時間がずれてくるわけですから、今のような問題って、まあ、じゃあ6年前から言われてなかったかというと、多分まあそれはすいません言ってくれるなよって話かもしれませんけれども、まあ、そこは厚労省の部分と文科省の部分というのはそれぞれ責任がある、まあ、人材育成の部分は多分文科省がご担当されているんだと思いますので申し上げるんですが、やはり先々に起きることにやはり直視をする政策っていうものをきちんと体系立ててやっていただきたいなというふうに思います。そこは6年経った後の話をやはり考えなければいけない、あるいは7年8年先のことを考えなければいけないだと思いますので、特にここから先2025年から40年の団塊世代が後期高齢者に入る中でっていうところはあると思いますので、ぜひそういったところも含めてご検討いただきたいなと思います。以上です。ございます。予算だけで説明してましたこと、言葉は足りませんでしたけども、例えば医学教育の中では高等教育では珍しいモデルカリキュラムというのがあります。それを、ね、例えば今改定をしておりますので、予算以外のさまざまな施策も総動員して先生がおっしゃったような趣旨を実現するようにタイムラグがないようにしていきたいと思います。ご指摘ありがとうございました。田辺委員が先に挙げていらっしゃいます。田辺委員。はい、社会ニーズを踏まえた事業内閣かというところでは、私はですね、非常にこれが社会のニーズというか重要な事業だと思うんですね。重要な事業だと。で、日本の課題としてはですね、やっぱ大学教育も非常にこう特化しているので、イノベーションとかですね、リレーショナルリサーチをできる医療人材を育てるためには、ちょっと大学の中で特別にやんなきゃいけないのかなというのもありますし、もう一つイノベーションの観点からは、やっぱり医療の分野っていうのはですね、大きなイノベーションが本当はどんどん出てくる、出てきてるんですよね、世界的には。ただ日本の中ではなかなか出てきてないということもあってですね、こういう人材育成するってのは非常に重要だと思うんですね。そういうニーズの中で私がちょっと思うのは、5年間の事業というふうに限定したのはですね、いいんだろうかと。5年間の人材育成じゃなくて、6年、7年、8年、今後10年、20年ぐらいやらなきゃいけないんじゃないのに、これ5年で設定してですね、この間の人材育成の数だけを設定してるっていう、こういうアウトカムでいいんだろうかっていう問題意識がね、ありまして、そもそもこの5年間で、それとアウトカムとして、今設定されてるのは、この間で養成する人間ですよね。この5年間だけでいいんですかと。6年目以降、こういう人材はいらないんですかと。そこについて、どう考えてるのかということですね。ありがとうございます。不十分かもしれませんが、6年後というんですか、終わった後の
を水平展開していくための指標とかですね、そういうのを今回新たに作りました。で事業そのものをどうしていくのかという問題はあると思いますけども、大変ありがたい言葉でございますが、まずは5年間しっかりと新たに今回のご指摘を踏まえて5年後の横展開、水平展開、それからそもそもの実施大学における実績継続というものが図れるようなものを仕様としてビルトインし、かつ残りの1年半程度でですね、各大学に十分に事業実施についてはどういうふうにしていくのかという点をですね、つまびらかりするように働きかけしてまいりたいというふうに考えてございます。全体の5年間とか以上どうかという点については全体の事業評価の話でもありますので、一原価の課長ということではないと思いますけれども、私どもとしては今そう考えているということでございます。とりあえずはだから終了するということで考えているということですね。ただ私が申し上げたのは、そもそもこれは拠点形成という事業名がついてますよね。人材育成事業じゃなくて拠点形成事業ですよね。ということはスタートするときからプログラムとかコースを作って育成して、それが拠点として継続することが本来の目的だと思うんですよ。今回のアウトカムとかアウトプットは5年間でやることしか書いてないと。で、今ようやくですよ、その終わった後のアウトカム考えてるっていうのは、それは本来最初に長いといけなかったんじゃないかと。日本で拠点がですね、いくつ必要かとか考えた上で、じゃあ10やろうと。で、10全部残ってもらおうとかですね。いう意味ではですね、人材育成事業であって拠点形成事業になってなかったんじゃないかという気がするんですが、その点についてはいかがですか。その点はやはり、やっぱり反省すべき点はあると思います。もうちょっと明確にですね、メルクマンを立てて、まあ、一応申請、決してもちろん、先生のご指摘は全くないと思いますけども、決してバラマキ的なものではなくて、例えば採択率も A、B 合わせて 26% というふうに厳しくなってございます。また、医学部というのは先生もご案内通り、もう地域性とか歴史で、国立も実は 50% で、私学は 40% を占めるというようなことがございますので、そういった、多様なその現状で踏まえてですね、例えば実際には総合大学も21、単科大学は4取ってるとか、例えば地域バランスもある程度見てるっていうような一定程度の配慮はしてございます。ただ、それは先生の発展的な5年後の形態も含めてではですね、やはり十分事業実施をさらに中間評価を経てますけども、した上でですね、ありようについては、いろんな可能性を今排除せずに考えてまいりたいと。ちょっと私はですね、逆にこれで5年間終わった後にですね、拠点が維持できなかったら、それこそ無駄遣いになるんじゃないかということですね。その間だけのですね、一時的なことで、本来日本としてそういう人材をどうしていくかという中では、この5年間で私は一緒に呼び水というか立ち上げてですね、それが本来の大学の医学部あるいは医学関連のですね、教育プログラムの中にきちんとこう、ビルトインされる。まさにそこに組み込まれるということをですね、ぜひ今後ですね、それがまさにこれからやらなきゃいけないというか、今まさに やられてることだと思うんですけどね、そういうのをやらないと本当にこれ無駄になってしまうんじゃないかなと。それと単に波及という意味じゃなくてですね、私は波及も重要ですけども、本当に各大学の医学の例えば総合医療医を育成するためにですね、リサーチマインドを持ったってものすごく重要だと思うんですけどね、そういう教育プログラムに本当に変わっていくのかどうか、それとそのイノベーション人材ですね、これも本当に医学分野でできるかどうかということで、私は今現在いろんな取り組みをされてて、この前見学させてもらったのもですね、非常に面白い取り組みをしてると思うんですね。で、人材も育ってると。ただ本当にこれが一時的にならないようにですね、ぜひまさにアウトカムをきちんと設定してですね、今後ちょっと強力になんか推進するというかですね、ぜひ拠点形成という観点からですね、取り組んでいただきたいと思います。ありがとうございます。はい、それでは伊藤委員どうぞ。先ほどの亀井さんの話の中で、厚労省が目指している一つとして、その地域偏在の話が、もちろん、この事業が、すぐに地域偏在の解消のためだというものではないということは認識しているんですが、ただそうは言っても、そういう大きな方針の中の一つの、手段として今回のこの人材育成がある。そういう意味で、この人材育成が、直接的ではないにしろ、何らかの形で最終的なそういう地域偏在の解消につながるっていうところのロジックをもう少し理解をしたいと思ってるんですが、多分テーマ B の総合診療医の育成というのは、育成のカリキュラムの中でいかにこの地域の中でやっていくか、そのためには単なる医療の知識だけではなくて経営の知識だったりとか福祉の知識も必要だということ
なのかなと私は解釈をしているんですが、逆にテーマ A の方で、この間東大を見せていただいた際には、医師ということではなくて幅広い意味での医療人材、ある意味ではあそこから医師にならなくてもいいんだという大きな方針もあったかと思うんですが、そこについてどういうふうに最終的につながっていくのかというのを教えていただけますでしょうか。最高意味な意味における臨床という意味で、はい、ウィンが相当広がってるんだなというのは、私も先生と一緒に東大を拝見して思いました。そういう意味でテーマ B に関しては、やはりあくまでも地域医療を担う人材というものを過不足なく輩出していくと。で、一定の質を持って輩出していくと。で、その時にはやはり、これも先ほど言ったように、この事業だけで、で、それぞれの地域ごとの特性に応じてプログラムを組む。まあ、筑波大学例を示してございますけども、地域で学ばせる。ということをさせるというだけではなくて、例えばその下支えを例えば今やってございますけども、デファクトスタンダードになっているその医学部のモデル化カリキュラムというものを作ったりして下支えをしていくというのがまずあります。で、もう一つのテーマ A の方はもうまさに先生おっしゃった通りでございまして、これもただいろんな形でも廃されていけばいいと。ブレイクスルー、医学部を出た人が、ノンメディカルというのは医学部を出た人がまさにいろんな形で医学の新しい機器開発とか、新薬開発の指導で立ち上げになっていくという、そういう多様な医療人のキャリアパスといいますか、そういうものを目指していくという、診療、臨床分野においてですね、そういうものを一つ目指しているという形で、前回の亀井先生のご指摘を踏まえて、示している12ページの、14ページのその全体像の中では、そういうふうに位置づけをしてございます。もちろん密接に、特に地域医療体制については、厚労省とやってますけども、さらに連携をしてやっていきたいという、そういう考えでございます。その意味では先ほどの田辺先生の話につながってくるんですが、やっぱりきっとテーマ A とテーマ B におけるアウトカムっていうのはかなり変わってくるんじゃないかな。もちろん最終的なゴールとしてはこの医療人材の養成なんだっていうところはあるかもしれないけれども、そこに行くための直接的なアウトカムとしては、多分テーマ A の方はこの間の少しお話を伺っていた、じゃあその後どういうところに行っているのか。で、それは、医師免許を持っている人はどういうところに行って、どういう活躍をしているのかとか、逆に、インパクトファクターの論文をどれだけ出しているのかっていうようなものになってくるだろうし、テーマ B の方は、今お話のあったような、地域の人材としてどれだけ進んで、もちろんこれは、まだ今、本当始まったばっかりだから、先ほどの5年終わった後どうなってるかっていうところが、最終的なアウトカムではないのかな。今回新たに出していただいたところで、ある意味は中間アウトカムなのかなというふうに感じるんです。はい、先生おっしゃったと思います。それはどちらかというとスタートラインに近いアウトカム仕様になると思いますので、いわばパラダイム変換という形でもうちょっとこう長くですね、タイムスパンを取って考えていくということが重要であれば、先生おっしゃったように、まさにそういった指標はですね、東大でもキャリアパスの話で出てました。まあ、統計的学にあれでは若干いいではないと思いますが、全体、例えば10大学がどれだけいるのかとか、いうのをもう少しロングスパンを考えた中で考えていくってことは十分だと思いますので、まあ、本人がどこまでやっていくのかというのがあると思いますけども、今回のご質問を踏まえてですね、さらに目標とかについては検討を深めたいというふうに考えてございます。ありがとうございます。ありがとうございました。外部有識者の皆様におかれましてコメントシートへの記入を合わせてお願いしたいと思います。記入がお済みの方は挙手いただければ事務局の方でコメントシートを開始いたします。それでは有川委員。これまでの各委員の意見とかなり関連するんですけども、この5年間でこの事業をやめるというのと、それから事前勉強会の時にも伺ったんですけれども、予算額をこうやって毎年度ずっと減らしてくると、これらいずれも当初の計画通りといいますか、ロードマップ通りなんでしょうか。先生方のご議論で明らかになった発展的な課題というものを除けば、まあ、大学が今のところ考えてきた要請数なりコース数は達成しているというふうには評価してございます。ただそれが十分か、また5年を超えたロングスパンでどうかというについては、今回のご議論を踏まえてさらに検討を深めたい、考えてもらいたいというふうに考えております。一応当初の計画は5年間の事業ということで、かつ予算額もこういう形で落としていくという、そういう計画だったと。はい、金額を落としていく理由については、事前勉強会の時には、あるいは先ほどもちょっとお話ありましたけれども、当初はその立ち上げの必要な設備の経費が多いと、
それ以降はその経費がかからないので予算が落ちていくというそういう認識でよろしいんでしょうか。はいはいはい、そうすると5年経った後のこの事業の持続性という問題が繰り返し言われてますけれども、そうすると当初初期投資の設備というのは5年の事業で全部廃棄するわけではないですよね。だと思いますね。はい、はい、それはどういうふうに有効活用するという考えておられますか。失礼します。それはもう先ほど申し上げました通り、当初の計画を立てる段階から継続するということで大学の方も申請いただいておりますので、そのそれぞれ購入された設備については引き続きそれぞれの大学で活用されるという前提で考えているところでございます。継続して使っていく、あるいはこの事業をそれぞれ持続してもらうということは制度的にどういうふうなフォローアップの設計になってて、それを誰がモニタリングするんでしょうか。はい、そこはさらに精査していきます。少なくとも事業終了年度までにはですね、どういう形で改革をするかという点については自治大学に要請をして専門家の委員会がありますので、そこでご意見いただいて確認まずしたいと。でそれ以降についてはいろんな工夫があると思いますので、随時考えてまいりたいと考えてございます。それはこれから考えるという、事業終了年度にですね、どういう形で公募の段階のものを具体化していくのかはもともと考えると思ってましたけども、それもどういう形で数年経ってどういうふうにしていくのかとかっていう、その PD サイクルをどう回すのかっていうのは先生の新たなご指摘だと思いますので、そこは考えてまいりたいと考えてございます。おそらく持続性は他の委員も同様にお話しされてますけども、テーマ A、テーマ B、共通の課題だと思いますので、そことかぜひ検討して、早めの検討が必要だと思います。なお、不燃性は、テーマ B に関しては、おっしゃってる、ルール申し上げたとおり、モデルをこれを借り換える形で実情をビューティングされていきますので、相当程度ですね、いわば指導要領的なものでございます。こういうことは、遠隔部の先生おられますけれども、持続性という意味では、明文化される、いわば、デファクトスタンドになりますので、やはりテーマ A をどうしていくのかという点が、やはり、田辺先生の方からもあった点でございますので、考えてまいりたいと思います。もう一点、先ほど関連資料で説明が、補足資料で説明がありましたけれども、水平展開について、シンポジウムやセミナー等への他大学の参加だけで、その水平展開の効果があったというふうに考えるのは、どういうふうな理由からでしょうか。言葉の足らず申し訳ございません。効果があったとかじゃなくて、これはいわばポテンシャルとして、こういった大学が興味を示しているということだと思います。最低限の解釈としては。ですので、それは先ほど申し上げました通り、29年度までの間に各自治大学数を通じてですね、プログラムを開設するぐらいのやる気のあるところがどれぐらいあるのか、あとはもしくは連携がどれくらいあるのかという点は精査をしていかなきゃいけない。時間がなかったものでございますので、そこまでできず申し訳ございませんでしたが、それは十分に精査をして考えてまいりたいと考えてございます。関連してということで、仮面。まさに実は同じことを聞こうと思ったんで、25ページのところで、差はさりながらもう少し詳しく、今文科省としてどうお考えなのかはぜひお伺いをさせていただきたいんですが、もうかなり実は議論は煮詰まってきているような気はしていて、大体その目指すべき方向性はほぼ修練してきているのかなと思うんですが、でもやっぱりテーマ A ちゃんと続くのかなって心配なんですよね、特に。で、テーマ A について言うと、これ一つ、例えば、もちろん立ち上げにかかる費用も具体的にはあるんですけれども、もうどちらかというとこれはフローに近いお金が多いのかなと。例えばテーマ A にある25ページのテーマ A にある医薬品医療機器等の開発を担う人材育成の教育プログラムコースの構築に当該領域における専門知識を備えた人員雇用等に関する経費借金、これはまあ立ち上げにかかる人員なのかなとは思いますけど、でも立ち上げだけじゃないですよね。で、新たにここで雇用されてプログラムがあります。で、プログラム切れたからはいあなたおしまいっていうのだと人材育成はできないわけですよね。で、まあ一つ考えられるのは、例えばじゃあこれを民間が、じゃあこれは目処が立つから少しこれは研究開発としても流れができてきているんで投資をしてくれるっていうのが、それはすいません、こっち側さ、行政側サイドにいる思いとしてはいいシナリオだと思うんですが、本当に出してくれるかっていうのはこれはなかなかわからないわけでありまして、そこら辺のところをいやより具体的にどう考えなのかっていうところをもう一段踏み込んでちょっとお話をしていただけるとありがたいなと思っています。ご指摘ありがとうございます。先生のご質問のおかげで新たにその TR の事業を入れたというのもですね、やはり一番お金が取れないところだと人を養成する初期段階のお金だと思うんですね。で、研究は取れていると。ということはやはりその部分は行政が支援をして、で、その時にじゃあ400件程度ずつ新規が取れているということは、それを継続する、伸ばしていくことによって、
持続性という意味でのですね、外部資金を獲得していくという、そういうメカニズムをですね、やはり取るべきだろうと、まあ、東大見て思ったんですけども、で、けど東大ではないと。で、あともう一つ、これ大学だけに例えば横展開してます。地方公共団体とか、外国の機関なんかも当然あるわけですので、そういうのもより精査をしていくことによって、それもパートナープラス外部資金枠を、と言いますかですね、それを打ち抜いていくと。ですので、そういう意味では、必要最小限の初期の段階の教育、人材養成のプログラムということを投資して、あとはなるべく自立をしていくと。で、そういった足らざる点が何かという点は、タラペン先生に各先生方のご意見を踏まえて、十分注視をして、全体が伸びていくようにするということを考えていきたいというふうに、先生のご指摘を見て改めて思ってございます。そういう意味では、本当にこれ25年、9年で切るっていうのが、最初のシナリオ通りでいいんですかねっていうのは、これは研究開発環境によっても変わってくるし、まさに今おっしゃった通り、研究になってくればね、いろんなお金の取り方ありますよ。大学としても。あるいはお金の集め方もありますよ。だけれども、その手前の段階で言ったら、やっぱりまさに教育にお金がかけられない状態なわけで、で研究にシフトすれば、ある程度、じゃあこれ一人いくらねっていう形で当てられるわけですけれども、そこの教育の部分のところが、ちゃんとこれ要は離陸できる段階もないのに、滑走路ここでバサッと切る形が、本当に適正なのかどうかっていうのが、率直に今お話伺っていて、なんていうかな、滑走路ここで切ってしまっていいのかが、29年で切れますっていうふうなお話が、当初方針通りっていう話なんですが、それで本当にいいのかなっていうのはちょっと見えない、その妥当性が、そこはいかがですかね。あくまで当初ということで申し上げておりますので、やはり最終的な評価も踏まえて、今回のご意見を踏まえてですね、本来的な当初の目的というものを大事に考えたときにどうなるのかという点については、十分考えてまいりたいと。先生のご指摘を踏まえて十分考えてまいりたいという考えでございます。よろしいでしょうか。それでは中室委員お待ちしました。私からは、1点なんですけれども、やっぱりこの効果をどういうふうに測定しているのかっていうことが大変気になるところでございまして、年々その予算は減ってるということではあるんですけれども、とはいえ 1年で、多分何かしらの中間評価だったりとか、途中経過を見られてるのかなと思うんですけれども、その時に各大学のその成果をどのように、こう測っておられるのかということと、もう一つはその中に横展開していくための戦略みたいなものが含まれているのかどうかということをちょっとまずお聞かせをいただけますでしょうか。これはもう ご説明繰り返しになってまいりますが、あくまで今までは要請数なりプログラム数ということの客観的表示ございませんでした。それをもとに中間表もしてございました。あとは定性的に各大学それぞれのプログラムがそれぞれの計画通りやっているかどうかという点について評価をし、それを総論的にまとめてございますので、今後の最終評価に向けては、今中村先生おっしゃったような、より、今日お示ししている部分が不十分な点はあると思いますけれども、新たな生活指標などを踏まえてですね、評価をしてまいりたいというふうに考えたとございます。で、おそらくこの16ページのところで出していただいたものが、そのアウトカムの推移として出ていて、で、これは確かに、その要請人数だったり、プログラム数の目標っていうのが、実績が目標を上回っているので、一見効果があったかのように見えるわけですけれども、実際にはこの拠点に採択されなかった大学の方でどうなっているかとか、この予算が執行されなかった場合にどうなったかっていうことが見えないので、やはりこれで効果があったっていうふうに言うのは若干やっぱりそのオーバーステートなのかなっていうふうに思うので、これが採択されなかった拠点でのがどうなってるかってことはちょっと見てみたいと思います。すなわちですね、例えばなんですが、メディカルイノベーションを推進人材養成プログラムが非常に重要であるということが世の中で認識されているのであれば、こういう補助金がなかったとしても、そういう動きがよその大学で起こっている、この拠点に採択されなかったよその大学で起こっているかもしれず、もしそうなのであれば、どうして、あえて運営費交付金以上の、追加的な財政措置を医学部に限って行わなければならないのかっていうことになってしまうと思いますので、これを行わなかった大学で何が起こっているかっていうことも、やはりその効果の測定をやっていく上では必要な情報かなというふうに私は感じました。ありがとうございます。工夫したいと思いますが、ただ拠点でございますので、特に A はですね、全大学がするものかという問題がまずあるかなっていうのが個人です素朴な考えでございます。一方で、ただ、
連携をしていこうとかですね、している大学も含めて31もありますので、そういうところでどの程度の実施状況などかという点については、最終年度までにいろんな工夫をして情報を得たいというふうに思います。ご指摘ありがとうございます。亀井委員どうぞ。関連でなんですけれども、なんというかな、ちょっと今のアウトカムの出し方、もちろんいろんなこれまでのね、事前のやり取りも含めて、いろんな形でその出していただいたっていうのは、あるべき方向性には向かってるのかなっていう感じはするんですが、まだやっぱりちょっとやや拙速なところがあるような気はしていて、きちんとやっぱロジックモデルを詰めるところから、このアウトカム、なぜこのアウトカムなのかっていうところは精査していただくプロセスってのは一回経た方がいいんじゃないかなって気がしています。つまり、ややもするちょっと今回の出てきたのは、当初出てきたのに比べると、それはもうだいぶの改善で、で、まあ逆にこの方向で、事業を見直していただければ、それはそれで大変いい方向に行くんだろうなと率直に思ってるんですけれども、そういう中で、なぜこうなるのかって今中村先生からもお話ありましたけれども、なんていうのかな、そのやらなかったところとやったところで何が違うのかっていうところも含めて、どういうふうにこう辿っていくのかって、これロジックとしてあるはずなんですよね。でアウトカムっていうのはこう思いつきでポンとこう飛ぶわけではないと、これはお釈迦様に説法ですけれども、わけですから、ちょっとこのロジックモデルが今の段階だとちょっと見えないものがいくつかあるなというふうに、ある種急ごしらえでやっていただいたっていうところはあるんだと思うんですけれども、そこのロジックモデルをまず明示して、それが引いては結果的にはこの後どうしていくのか、お金がなくてもやっていける体制を確固たるするものにするためにも必要なことなんじゃないかなと思います。ぜひそのプロセスは取っていただければと思います。わざわざ事業終了年度直前の状況にもかかわらずご審議いただいたという点、まさに先生の最後のご指摘につけると思いますので、十分精査をして専門家の先生とまず図りまして考えてまいりたいと思います。ありがとうございます。議論も進んでまいりましたが、まだコメントシートへの記入をされていない外部有識者におかれましては、コメントシートへの記入をお願いいたします。事務局はコメントシートの回収をお願いします。引き続き外部有識者の方におかれましてはご議論いただければと存じますが、いかがでしょうか。田辺委員です。今後のまさにイノベーション人材の育成拠点とかですね、いうことなんですけども、今回対象にしたところは予算的なものもあって、10大学ですかね、いくつか連携してても、あと例えば北海道大学とかですね、京都大学とか、そういったところはなくていいのかっていうのもあると思うんですけど、そういうこういう今回こうお金を、京都大学だと iPS 細胞とかでですね、現にやってるということで、こういうこの事業じゃなくて他の事業でお金が入ってるからですね、いいのかとか、結果的にだからこういう人材の拠点というのは本当に日本でどのぐらいあればいいのかとかいうですね、そういう議論とこう関連付け、これはこれでこの事業としてやってるんでしょうけど、つまり必要なものっていうね、目指すべきものっていうのはなんか議論されてるのかどうかっていうことでしょう。タコツボにならずにですね、例えば研究拠点というのは一方であるとすれば、それとどう融合していくのかというのは大事な点でございます。これは我が局拡大いただければできませんので、関係局なり、あと全体の総括内閣内でですね、今後もいろんな改定等も行えると思いますので、その都度先生のご指摘も十分に念頭に置きながら考えていかなきゃいけないというふうに思ってございます。今直ちに、何拠点だとかっていう訂正する図がない点はお許しをたまればと思いますけども、以上に思っているところでございます。他によろしいでしょうか。有川委員どうぞ。細かい話で恐縮なんですけども、やはり国民の方がこのシートを見たとき、金額がこう落ちてきて、これはやはり事業としての必要性とかそういったものが査定されたというふうな、そういう誤解を与えないようにですね、先ほど言われたようにこれはロードマップ通りの進行状況で、金額が減ってきているのはこれでいいのだというお話ですので、ぜひこの主な増減理由ですか、シートの2ページ目の主な増減理由に、これがロードマップ通りで、これで事業がきちんと遂行される、減ってきている理由はこういう理由だということを明確に書いていただきたいんです。伊藤委員どうぞ。
テーマ B の方で一つだけ、こちら総合診療医の要請、ではありますが、このプログラムを受けずに総合診療医 の、 人材育成コースにをやっている大学というのは実際にはあるんでしょうか。数は把握してございませんが、もちろんあると思います。応募もたくさんございましたので、残念ながら1000人漏れてやってるところあると思いますし、いずれにしろ総合診専門性における総合診療じゃなくて、先生こちら総合診療的なプログラムっていうのはもう各大今ね血まなこになってやっているというのが実情でございますので、それをさらに今加速化させていきたいというのはこのプログラムの狙いだと思います。そこはまだほぼ各大学で全部やっていると言っても過言ではないと思いますし、最近要請された東北医科学科大学でまさにそのための大学でございますので、そういうことだと。まさに私の知っている大学の中でもこのプログラムではなく3年ぐらい前からやっているようなところがあるんですが、きっとやはりこう国費を投入してプログラムを開発している人材育成だから、こういう付加価値がつけられてるんだというところの違いは、まだこう2年目ですから、今すぐには難しいかもしれないですけど、今後は、やはり、こういったプログラムだから、より、ここ総合診療医になれば一番いいのか、まさに地域に対して貢献できる、医療人材というのがちょっと、難しいところがあると思うんですが、というようなことが、きっと少なくとも5年後の中での一つの成果として見えてくると、やはりここでやったプログラムは他の横展開できるんだと、各地域の依頼についてもできるんだということが言えるんではないかなというふうに感じます。おっしゃる通りだと思います。例えば地域定着がどうだったとか、卒後の臨床研修の最初の認知が地元だったかとかっていうような、そういう論点だと思います。そういうところは細かく指標で取っていくということは大事なことだと思いますので、先生のご指摘まで工夫したいと考えてございます。コメントシートの方回収が終わりましたが、取りまとめに若干お時間をいただきたいと思います。その間外部有識者におかれましては引き続きご議論を続けていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それではコメントシートの集計が取りまとまりましたので、取りまとめ役の松浦委員より評価結果及び取りまとめコメント案の提示をお願いいたします。はい、委員の皆様、熱心なご討論ありがとうございました。おおむねほとんどの委員は同様のコメント同様の評価でございます。このまんまでよろしいという意見はさすがにございません。で、一部やはり、もう少し努力をしていただきたい、工夫をしていただきたいというような評価でございまして、一部見直しが5票、それから抜本的な見直しが1票ということでございます。主なコメントでございますが、皆様に共通しているのは、サステナビリティの保障をいかに行うかということでございまして、やはりその5年で打ち切るというのは短いのではないかというのが大勢です。具体的に申しますと、例えば新薬の開発には10年最低かかりますし、PDMA を通す、つまりその薬、ですね、基準、厚労省の、基準を通すのに最低でも6年かかる。また、機器は初期導入だからお金がかかる。その後はかからないとおっしゃいましたけど、2期目のフェーズは減価償却7年ですので、じゃあその後どうするのかと。いうようなことがございまして、皆さんはその辺を多分ご不安に思われているかと思います。また、評価の尺度に関してもご意見がございまして、結局これ、最初ブートアップ資金として配分するわけですけれども、その後は民間から資金を調達できるかどうかということにかかってくる。そうしますと、このアウトカムの評価というものをよりわかりやすく客観的にセットすることによって、外から外部から資金を調達できるような道が開けるのではないかというようなコメントでございます。またプロジェクトの B の方に関しましては、これは社保障の議論がかなり混乱しておりまして、どうなるかまだわからない状況でもあるということもあり、先読みをしつつですね、適正な対応を取っていただきたいというような、見解にまとめられるのかなと思います。はい。で、基本的には、最終的に、まとめますとですね、
ロジスティックモデルをもう少しきちんと明示をし、先読みをし、それでサステナビリティが保証できるようなモデリング、およびフォローアップの方法についてご検討いただきたいというまとめ方をさせていただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。はい、どうぞ。決して歳出をこのまま続けてくださいっていうことをオーソライズしたつもりは私はありません。少なくとも制度設計でできることは私は多々あると思いますし、それがロジックモデルの精査につながるんだと思います。あともう一つはサステナビリティの保証は、私はその保証は国としてできるものでは決してないんだと思いますんで、そこはちょっとすいません、言葉遣いの問題かもしれないんですが、その2点についてはちょっと少し申し添えさせて、もしかすると他の先生はそういうふうにおっしゃってるかもしれないんですが、少なくとも私としては歳出をじゃあこのまま5年後も続けてくださいということではなくて、現行の枠組みの下で多分そういうふうに現下もお考えだと思うんですけれども、そういう中で努力はまだできる余地があるのではないかということを申し上げているんだと、こういう理解でございます。はい、わかりました。じゃあ今のご意見、結局基本的にはサステナビリティ、永遠に補助をしているということではないということで、より効率的にこのサステナビリティをいかに保障するかということについて、もう少し明示的にロジスティックスを、あるいは評価基準をセットしていただきたい。ロジックですね。そういうことをご検討いただきたいということでまとめさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは以上をもちまして、失礼しました。以上をもちまして、未来医療研究人材養成拠点形成事業の公開プロセスについては終了させていただきます。